藤です。今日は1月の16日です。で、2ヶ月に1回の、通院です。前立腺肥大の通院、今からね、上の川病院に行ってきます。今日もね、マイナス2度くらいかな、冷え込みましたね。明日はなんかもっと冷え込むらしいんですけどね。よっこいしょ。今日は結構冷え込んでます。よっこいしょ。で、まあ午前中病院に行ってね、午後からまたあぜの方をね、の草を焼く仕事やろうかなと思ってるんですが、昨日もね、午前中11時半頃からかな、急にね風吹き始まってね、うちはもう それよりも前に一箇所終わってたんで、撤収してきたんですが、やはりね、やった後は不安になってね、行きましたよ、確認に。まあ一応、煙は上がってなかったんで戻ってきたんですが、その後、またね、ちょろちょろ燃え出しちゃうと具合悪いんで、確認に行ってね、完全に消えてるのを確認してから帰ってきましたけどね。焦るよね。午前中、まあ風がなくて、いきなりお昼近くになってから急に風で出始まりましたんでね。で、今日も予報では、ごめんなさい。お昼ごろは5、6メーターかな、結構強い風が吹くような予報です。で、今の予報当たるんでね、まあまず風は吹くと思ってた方がいいよね。ですから、まあやるんだったら、もう風の対策を、まあ燃え広がっても大丈夫のような場所から先やるとかね、あまりね、民家の近くでやってね、煙がみんな向こう行っちゃうとね迷惑かけますんで。まあただ平日なんでね、あまり家に残ってる人は年配の方だけでね、まあ同じ農家仲間なんで、まああまり言わないでしょうけどね、我々の子供とかね、孫の代になっ、あ、孫はまたあれか、代替わりしてねえか、子供の代に なりますとね、そういう理解のある人ばかりではないでしょうから、まあ、民家の周りをやるときは、最新の注意を払ってね、やはり大量に焼かないと大量に焼きますとね、どうしても煙出ますからね。あと方向によって、風の方向ですね、向きによってね、もう中断を必要な場合は中断すると、まあそういうことでね、まあ余裕を持って やればね、もうちょっとなんでやっちゃえなんてことにはならないようにね、したいと思います。ですからもう民家の近くは朝のうちだよね。やはり草が乾燥してきますと一気に燃え広がっちゃうんで、多少湿り気のあるタイミングのがいいんですけど、今度湿り気があると煙がすごいんだよね安全は安全なんですけど、煙がね、どうしても水蒸気上がっちゃうんで煙がすごいんだよね。まあただ夏のように、まあ網戸にしとくとかっていう家はないと思うんでね、まあぴったり閉めちゃえばね、家の中まで、煙が入るってことはないんで大丈夫なんですけど、見た目ね、煙があるとね見た目で言われちゃいますからね、まあその辺は注意してやろうかなと思っております。まあ、9時からの予約なんで、まあ、10時にはね、家に帰ってこられるのかなと思ってます。診察はね、もう1分ぐらいです。問診でね、
夜中にトイレ何回置きますかって聞かれて、はい、何回ぐらいです、じゃあいつもと同じ薬出しときますねでね、大体終わっちゃうんで、あと次の日のよ次の次回の予約ですね、をやって終わりになっちゃうんでね、いいんですけど、うん、ただまあ前立腺肥大なんでね、まあほっといてもどうちことないんですけど、まあ前立腺がんになるリスクがあるらしいっていうことでね、うちの義兄も前立腺がんで手術していますんで、まあ年取ってば別に前立腺取っちゃってもいいんですけど、まああるものわざわざね、切って取る必要もないんで、まあね、まあ、がんにならなければ一生そのままで済みますからね、メス入れなくても済むんで、まあ、前立腺の治療を続けてれば、まあ、がんになっても発見できる可能性が高いんでね、やってます。でこれもね、たけし農場の、YouTube の動画で言ったと思うんですけど、たまたまね、近所の山崎医院へ行って、たけしさん、今なら国保の、集団検診だっけ、それで今安くやれんだよって言われたんで、あ、じゃあついでにお願いしますって、なんか500円ぐらいで やれたのかな、何百円かでねやれたんで、じゃあお願いしますっていうことでね、ついでにやったんですが次に行った時に前立腺が大きくなってますって言われてまあやんなっちゃったってことは ないんですけどね、まあ加齢による劣化なんでね、まあどうってことはないんですけど、うん、まあね、治療してればそういうことで、がんの発生っていうのもね、早期発見できるのかなと、思います。で前立腺がんって あまりこう転移するしやすいがんではないようなので、うちのあれ一昨年かな、一昨年死んだ親戚のおじさんも前立腺がん、ただ高齢なんで手術やらなかったみたいですね。で最後はなんかおしっこ出なくなって亡くなっちゃったらしいんですけど、うん、まあいくつになってもね、がんになるリスクはありますからね、あとはどういう治療するかだけなんですけど、まあね、注意 しておいた方がねいいんでね、はい、まあ続けたいと思ってます。で薬はね、ピンクの薬、なんていう薬だか知らないんですけど、それを1日1錠です。なもんですから、そんな手間かかんないんでね。それと2ヶ月に1回、まあ、上の病院に行って、薬をもらってくるだけなんでね。あと、半年か1年に1回、超音波検査かな。超音波検査と、いろいろがんの検査とか、そういうものをやるみたいですでもがんの検査なんて言われるとさ、ちょっとドキッとするよね。でもまあそんなに、まあ一応念のため確認のためくらいの程度らしいです。だから前立腺肥大の人が全員前立腺のがんになるっていうことではないらしいんでね、まあ、ちょっと安心のため確認のために見とこうかぐらいのレベルなようです。ああ今日近く空いてますね、手前の方ね、手前に止めましょう。わざわざ奥へ止める理由がないんでね、手前に止めて歩いていきます。あのじいちゃんこっち見てねえよ大丈夫だべ、ああ大丈夫だ。まあね、車止まったからって言ってね、すぐに、その前行っちゃうとね酔っ払うゴツンなんてことあるんでね、まあでも自分もあと5年10年経てばね、そういうふうになるんですから、お互い様だよね
たまにいますよ、おい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 、これはねえだろうってのがね、でもまあ10年後5年後10年後の自分を思えばね、許せるよね。まあぶつかなくてよかったねってね、ニコって笑ってね、ただあのこの間のね、二宮の道の駅に二宮の飛び出しはね、もうちょっとぶつかんなくてよかったねってそうね、穏便にはっていう感じもしないでもないけど、あれはびっくりした。絶対見落とされてんだよね。ほんとあれはびっくりしましたね。はい、そういうことで上の川病院に到着です。これから行ってきます。はい、診察終わりましたのでね、これから帰ります。で、帰る前にね、一箇所ね、ちょっと竹島モータースに寄ってきます。で、なんでかっていうと、去年ね、暮れに亡くなったおばさんの四十九日だと思うんだよね、の法要があるそうです。で、いつもですと親戚で、花輪をあげるんですが、まあ今回は あげなくてもいいかなっていう相談を今竹島モータースのとこ行ってね、本タグの独断ではやれないんで、ちょっと竹島モータースへ行ってその相談をしてこようかなと思ってます。まあね、去年暮れ亡くなった お坊さんもね、ギリギリの12月30日ですから、葬式がね、ちょっとバタバタで忙しかったんですけど、まあね、最初は家族葬っていう話だったんですけど、なんか親戚が集まっちゃいましてだからね、いとこの方もね、どの辺まで集めてやるのかっていうのははっきり意思表示すればよかったんですが、まあ自分もね、竹島家の方は、全部連絡行ったみたいです。あれ、何これ、あ、一方通行だから、あ、これ行けるんだよね。あ、よかったよかったちゃんと いましたね、誘導が。いや、青信号なのに 前から来るからさ目つぶって行っちゃうわけにいかないしね。いや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 、今びっくりしました。まあね、竹島家全部にね、訃報が行っちゃったもんで、どうするの話で。なんかいとこ自体は、いとこの方、おばさん嫁に行ったんでね、いとこの方の実家と、まあ、おばさんの実家だけでよかったような話もするんだけどね、まあ竹島家の方が全部に連絡行っちゃったんで、全部兄弟出てきちゃいましたから、その辺の意思疎通がね、うまくいかなかったんでね、まあちょっと今回は事前にね、ちょっと確認だけねしてこようと思ってます。はい、じゃあ消防自動車が入ってんな。これ消防自動車2-1。まあ簡単な整備みたいなのはできるのかな。車検はできなくてもね、整備はできるからね。はい、じゃあ行ってきます。はい、行ってきました。で、結局今回は、おばさんの法事はね、親戚として花はあげないと。で、まあ体だけ行って、まあね、拝んでくるだけっていうことに、しました。まあね、いとこも、二人男の子と女の子いるんですが、親とはね、一緒に住んでなくてね、もう実家は空き家です。お嬢婆が住んでた家は空き家になっちゃってね、多分そこも借地なんで、建物をね、壊して返すっていう形にはなると思うんですけどね、まあお山の市内でいいところはいいところなんですけど、いかせもう今から半世紀以上前に建てたうちなんでね、駐車場とかそういうのがない状態なんでね、非常にまあ使いにくいっていうことで、まあそれは向こうの都合なんだけどね、まあ
多分イトコンが入って、そこに住むっていうことはほぼないのかなと、あれなんだこれ、思っております。この間の地震で塀が崩れた、なんかね、今左側の塀が、あれ去年は確かちゃんとしてたような気がするんだけどね、もしかすると 1月1日の地震で塀が崩れたかないや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 、びっくりびっくり。はい、まあ いとこがね、入るということもほぼほぼないんでね、まあお乗馬を送っちゃえばもう地元には住んでないんでね、まあ親戚付き合いも終わりかなと思っております。いやー、今の兵ちょっとびっくりしたな、なんだ多分ね、1月1日の地震で兵が崩れたんでしょうね。で、上の川のあたりも、そんな激しいガガガガガガっていう揺れはなかったんですが、ゆっさゆっさゆっさっていう振幅の大きい揺れかなはありました。あ、ごめんなさい。まあ立ってられないほどの揺れじゃなかったんでね、大きな問題なかったんだけど、なんか今のは塀が落ちた感じですね。多分この間の地震で崩れたのかもしれないね。去年の暮れ行った時はなんともなかったもんな。30日かな、30日の お葬式の時はね、いとこの家行ったんですけども、なんともなかったんですけどね、今見たら塀が崩れてました。いや、正月早々塀が崩れちゃうのもねなんだよこの年はって感じだよね。まあしょうがないですけどね。まあそれでちょっと今思い出したんですけど、今回ね、あの能登半島の地震で結構家の下敷きになって亡くなっちゃった人って多いですよね。で、ほら都会に住んでるとさ、下手に表へ出て上から物が落っこってきて怪我するっていうリスクがあるんで、まあ揺れが収まるまで家の中でじっとしてろっていうのが定説なんですけど、まあうちの方は田舎なんで、家の中よりも庭の方が安全だと思うんだよね。だから家の下敷きにならないくらい離れていればそっちの方が安全なんで、もう歩ければもう家の外に避難した方がいいのかなと思います。で、よくねテーブルとかそういうのの下に潜り込めって言うけど、いや屋根が落っこってきたらね、テーブルの下にいてもね何の役も立ちませんからね。かえってテーブルが自分の体にね、直接当たっちゃってそっちの方が危ないよね。まあうちのテーブルは頑丈で屋根の重みに耐えました、そういうテーブルだったらいいかもしんないけどね。だからまあ思ったんですけど、うちの方は田舎なんで、もし歩けたらとりあえず家の外に出ると。で、まあ母と二人暮らしなんで、まあ母を一緒に連れ出すっていう方法も手なんですけど、それやっていて二人して下敷きになっちゃうと、もう誰もわかんなくなっちゃうんでね。まあ母には申し訳ないけど、自分だけ、外へ出て生き残れば、今度ね、万が一家が崩れた時に、母を助け出す方法がありますんでね。だから2人して下敷きになっちゃったらもう分かんないもんね。たけしさんち2人暮らしでいるんだけど、どこにもいねえばって感じになっちゃうからね。だから今回の能登半島のね、地震でも1人でもね、家族で生き残ってる人がいれば、家族何人生き埋めになってますとかってね、報告があって、まあ、消防とか警察とかもね、そういう人を優先的に、助けに行けますからね。
人が中に入ってるかどうか分かんないのに闇雲にね、救助って言っても救助できねえもんね。そういうことで、まあ究極の選択にはなるんですけど、まあケースバイケースですけどね、まあ母を連れて、まあ、避難できるのが一番ベストですけどね。ただうちのばあさん寝てっところいきなりドーンってきて、それを起こして、まあ自分がおんぶしてでも逃げるまでに落っこっちゃうよねそういうあの家屋が壊れるような地震だったら、そうしたらねもうね、2人生き埋めになっちゃうからね、まあ究極の選択にはなるんですけど、まあ家の中にいるよりも家の外にいた方が、まあどちらかといえばうちの方は安全なのかなと思いますよね。まあこれはもうその場になってみないと分かんないです。ただ心がけとしてはね、どうしようかっていうシミュレーションはしていてもいいのかなと思います。まあでもね、あれ100歳近いじいちゃんだかばあちゃんがね、かなり長い時間人質になってて助かったなんていうね事例もあるんだよね。まあ72時間っていう説は、まあ時々ね、この奇跡っていうかね、覆すこともあるよね。でも寒さがあるからきついよね。夏の暑い時もきついけど、冬の寒い時だってね、低体温症で亡くなっちゃいますからね。そういう意味ではまあね、諦めないで、発見した方もすごいなと思うし、まあそういう状況下でね生き延びたっていうのもすごいなと思うよね。2つの奇跡がねうまく重なって、救出されたわけですけどね、本当に良かったよね。はい、そういうことで、まあね勝手にちょっと地震の時どうしようかっていう話をしているうちに自宅に着きました。うちのばあちゃん今日はデイサービスでお風呂へ行ってます。はい、じゃあ終了になります。お付き合いありがとうございました。よっこいしょ。